2022明治安田生命 J1 リーグ第31節駅前不動産スタジアムからサガン鳥栖対京都サンガ FC の一戦をお届けしていきます。今ここはファールの判定でした。さて左サイド裏を狙った岩崎のスピードが生きる。白井も走る。岩崎、中には宮代。岩崎まだ入ってくる。岩崎のシュート、これは正面です。最後福岡新平のシュートでした。さあ手塚からのいいボール。さあ今度は逆にトス、中に入れてきました。上福本、セカンドボール、速いボール入れてきました。中野からジエゴ、ジエゴの左足のボール、速いボール入れてきました。可能性を感じるクロスを入れてきました。ジエゴ、中野縦、石川開いて、ジエゴ、ジエゴからさあ引きつけて小野、小野の柔らかいボール、ヘディング。島川から一気にジエゴ、高さで勝って、ここです、柿田。さあ本田風一が来た。本田風一前向く。本田風一、ゴールが見えたので最後フィニッシュまで行きました。ハードワークしてます。さあジエゴが中入れてきました。上福本、さあこぼれ球どうか。本田風一もいる。セカンドボール、小野が来た。小野のコントロールシュートは枠の外です。